私戦います。曹操軍は城を襲い迎撃の構えを見せています。強陣を敵前衛を撃て絶やせ。敵は城を背に固く守っている。まずは前衛を突き崩さねば。ここは稲にお任せを。突撃します。私もっと強くなります。ここは俺が主役。策を使う余裕もないか。みんな鍛錬の成果ここに示すぞ。連携を試すまたとない機会。やってやる。ああ私も続こう。ペイク、あなたにだけは負けられない。バカが勝つが娘。イナ参ります。イナ殿やはり来たか。行きます。鬼神の娘が相手になろう。計算通りです。今こそ策を披露しましょう。うぬがぶ見事ぞ。よろしくお願いします。わかるぜ。はぁ敵将撃ち取ります。前衛の敵将に戦力を集中させれば突入も可能。そのことこちらの守備は薄くなります。苛烈に攻めねば勝てぬ。敵は曹操ぞ。あなたならやってくれると信じていました。天下無双の武勇心強く思う。敵将そこを動くなよ。わかるぜ。気を逃してはならぬ。攻めつけ。これで花を咲かせます。敵前衛は崩れた。今なら城に迫れるはずだ。これより城攻めにかかる。原神砲準備はよろしいですか。競争楽しまぬ。壁影勝つ。いざ共に。一言に尽きる。そなたほどの勇士なかなかおらん。おっと城には近づかせねえ。この俺が止めてみせるぜ。城へは行かせない。覚悟して。父よここはお任せを。先にお行きなさい剣心。この娘を親がしつけてあげましょう。これで花を咲かせます。この戦場俺が根本に飲み込んでやる。何時よろしくお願いします。武を極めた。やるぜ。敵将打ち取ります。力を分けてやろう。じゃあ息子たちに示しがつかねえ。炎飛と張飛の強さ思い知れ。これで我とてしかり。剣心が逃走ここに示さん。次は絶対負けねえからな。負けない。剣心公たちのご活躍により門は抑えました。ですが、ね、
開門には時間がかかりそうです。それも想定内のこと。この間に別の攻め口を開く。忠勝、よろしいですか。問題平八郎忠勝、道を切り開いてまいる。綾は見ていますよ。あなたの厳しき分、愛がこもっていることを。お前が天下無双だ。俺に勝てると思ってんのか。この俺が相手だ。来い。鮮やかです。今も隣にあって恥に働きをしなければ。来たか戦わず、貴様とならば楽しめそうだ。極め。よろしくお願いします。はい。ほら、救いの手。城内にはまだ敵が潜んでいるはず。注意して進みましょう。今こそ攻め立ててやろう。この金はいつか返すぞ。我が前に立つとは愚かな。今も隣にあって恥に働きをしなければ。城を取った我らが優位であったはず。覚悟を見事に覆されようとはな。ですがまだ勝敗は決していません。私たちお相手しましょう。俺の負けだ。見事なる働きを、その心意気、あっぱれなり。よろしくお願いします。わかって。こんな醜態を晒すとは。あなたならやってくれると信じていました。天下無双のモノノフのあり方、しかと拝見しました。これで、この撤退は筋書き通りです。この手負けを認めざるを得ない。全員引き。厳しい戦だったが、どうにか勝利できたな。我らの兵をまとめなくては。まさか我らが戦い消耗するこの時を狙っていたのか。今一度戦意を振り絞る。死力を尽くし妖魔どもを食い止める。
頼りだったんだ。私もっと強くなります。天下無双の闘争堪能せり。アヤは見ていますよ。あなたの厳しき分に愛がこもっていることを。行きます。これで旗を咲かせます。行きます。信じておった。見事なる働きを、その心意気、あっぱれなり。天下無双の武勇、心強く思う。敵は俺たちで止める。その間に敵の大将をぶっ飛ばしてくれ。ここは倒産。以上の弾集体だな。その使命果たしてみせます。行きます。この程度の敵抑えてみせるぞ。お前はさっさと行け。敵は多勢ですが、あなた方になら任せられる。さあ、ヨウマよ、我らが相手だ。信行殿が追わせるぞ。どれだけヨウマを呼ぼうと、あなたの手はそれまでです。来ないでください。清盛が手薄になったか。今こそ放せれ。鮮やかです。今も隣にあって恥ぬ働きをしなければ。
厳しきでも愛が困っていることを。私一人では抗いきれません。ですが計算通りであればさぞ。諸葛亮殿、お待たせした。これからは我らも共に龍馬を食い止めてくれている皆のためにも我らで清盛を討たねば。負けない。守りが薄い今なら我が輩を討てるぞ。舐められた者よ。滝に出してやろう。ジョージョージョージョ。まずいな。さて、そろそろ攻め込んでやるかの。うまくいったの。やつが現れよ。ここで仕留めてしまえばそれまで。さすがです。俺も続きましょう。力ではありません。この戦場にいる皆の力が合わさってこそ得られた勝利。はい、この絆こそが我らの武器となるはずです。